福岡ディープな街歩き、今日は東区原田に来ています。原田ね、車がないとちょっと住みにくいですね。そしてね、口コミでもすごい人気のこの中華料理、なんかコスパもよくって美味しいらしい。結構人気なんだって。まずはランチからいただきますか。あった、ここだ。純光学って書いてある。へえ、こういうとこってね、結構美味しかったりするっちゃうね。さあ、それではランチはね、人気の純光学さんで私の大好きな酢豚定食をいただきたいと思います。てかね、もうほんと中華はね、私はね、酢豚が大好きなんだって。でもさ、酢豚もいろんなお店によってさ、味も違うし、お肉の大きさとか質も違うわけですよ。でもここはね、かなり口コミも高くって美味しいと評判です。店内はね、4組座れますね。4人掛け席が4つあります。駐車場も外にありますからね。では、美味しそう、めちゃくちゃ。いただきます。うん、あのね、すっごいもちもちしてて、このソースとの辛みがめちゃくちゃ美味しいです。本当に美味しい。これさ、癖になる、絶対に美味しい。これはいいわ。他にもね、ちょっと待ってね。他にはランチメニュー、これはラーメンとセットなんですよね、選べるんですね。そしてもう一つはこれ、定食。今私が食べてる酢豚定食が880円、てか全部880円ですよ。ご飯はおかわり自由だそうです。あ、これ美味しい。私ちょっとハマるかもしれん。さあ、そしてね、原田中の方に入ってきました。東区の方は原田なんですが、筑紫野市にある原田は同じ漢字で春田と呼びますね。ここさ、やってんのかな、阿蘇の湯。ネット見たけど詳しくわからんじゃんね。銭湯、あ、やっとる。まだ、空港も近いんで飛行機の着陸が見えますね。この辺り何かあるのかって話なんですけど、この辺りはね、私ちらっと来た時に結構古いアパート、なんとか荘みたいな、そういうのがね、たくさん残ってる地区なんですよ。ってことは結構古い建物とかがまだあるっていうことですね。これがちょうどさっきの銭湯の裏。わあ、これもモダンやん。昔のなんかアパートの作りってモダンで好き。いい感じやん。タイルがいいね。なんかあそこ葉っぱに覆われとる。今歩いてるのがちょうど原田2丁目ね。あ、スナップアートも結構年季もんです。その横は長屋タイプか、町営とかかな。ほとんどがなんとかそうですよ。昔はね、そうが多かったもんね。これ何階だ。
まあ一本中に入ると意外にのどかな地区やね。公園がある。今日も暑い。だけどさ、こう駐車場はちょこちょこあるっちゃけど、意外に全部満車。みんな何しに来とっちゃろうね。でも多分ね、料金は安いはず。だって夜間だと最大400円とか、昼も600円、安いよ。真正面は買うかな。まあ新しいマンションとかも結構建っとるね。わあ、のどか。東区っていろんなとこあるよね。あ、クラゲやん。ちょっとこっち行ってみようか。下に降りれるとか、ちっちゃい頃とかね、降りて遊んどったけど、はあ、ほら下にいっぱい鯉がおる。鯉国、これは昔なんか工場的な。あ、すごい、これも廃墟やん。下とかやばいことになってる。ちょうど飛行機が来た。風がないときはこっちの方向から入ってくるんですよ。ここも昔のアパートかな。
これすごいよ、ここ全部空き家っぽいけど、これ道かな。一応一人歩けるぐらいにはなっとるけど、結構路地が多いや。こういうお家の作りも結構古いね。昔の長屋か。はい、そしておしゃれなカフェ見つけました。ちょっとここ寄ってみましょうか。さあ、それではアリオコカフェさんでレイコータイムですね。これね、可愛いでしょ。ちょっと前で金魚鉢、中に金魚が入ってます。美味しそう、夏っぽいね。ちょっといただきましょうか。食べるのもったいない。わあ、いただきます。なんか爽やかな味、美味しい。お持ち帰りもねできますよ。いろんなスイーツが売ってます。うん、美味しい。アリンコ
そしてここね、浜田バッティングセンターって多分かなり昔からあるところ。バッティングとか40年ぶりとかそんぐらいかな。ちょっと行ってみよう。そしてここが多分速さ別か、120とか70とか、多分この70が一番どうしようもないやつやね、うん、これ奥ってどうなっとっちゃろう。ちょっとなんか懐かしいゲームがある。あ、中はゲーセンもあるっちゃね。130。そしてあ、ここはなんか野球の募集なんかも貼ってあるね。お子様とか草野球とかそんなやつか。すごい、うわ、ザ昭和やね。こういうところがまだあるっちゃね。だっておばちゃんに聞いたらこれ45年前からあるって。すごい、お兄ちゃん打っとるね。うお、すごい。私できるかいな。